逗子海岸にエコステーション仕上げるところまでやりたかったんです、うん、昨日の大雨で水没しましたあーねー、しょうがないよね、うん、それ自体がゴミになっちゃったゆうさん入りますえ、入ります。下書きしてあるから、あ、ね、下書きも入ってないからえ、なんかついてる緑ついた、すげえついてるなんだろうどうしたいつついた、しかも俺緑使ってねえんだよジャストサウンドグッド2021番外編、自然を守る支援活動、イエーイ。ありがとうございます、はいはい、ということで皆様、今年の一番最初の撮影で、今年はこんな感じでベイフローのサステナブルサイクルを作りますよとお話しさせていただいたの覚えていらっしゃいますか？あ、覚えてますね、ありましたね、このサイクルですね、うん、で、ここまで作ったものを販売っていうところまで終わってるんですね。起きました、うんうん、で、第1弾は、まあ、緊急事態宣言とかもあったんですけど、あのアイテムの販売もすごく好調で、なんとかこの支援活動を行える結果となりました、うん、急に当たり前みたいに発表してね、びっくりしたね、喜ばしいこと、喜ばしいよね、しれっと発表してすみません。でも、うん、本当にあの幸先がいいスタートだなと感じております。で、残るはこの自然を守る活動っていうところの部分なんですが、はい、うん、支援先の団体もありました、うんうん、はい、アンドビーチさんという逗子海岸を保全する団体とまずは一緒にお取り組みをさせていただくことになりました。で、逗子海岸が世界基準の海として認められるように、このブルーフラッグの取得っていうのを2022年の5月に取得することを目指しているんですね、うん、で、今回ジャストサウンドグッドで制作していたアイテムの売り上げで逗子海岸にエコステーションを作ることになりました、うんうん、だいたい完成イメージがこんな感じですね、はい、メインはゴミ箱ですけどね、まあ、こんな感じで、はい、はい、作ろうと思っています。もうやることないじゃん、はい、できてる。そんなことないですよ。本当に皆さんに今から作業していただく予定になってるんですけど、うん、本当は今日この逗子海岸にエコステーション仕上げるところまでやりたかったんです、うん、ですが、昨日の大雨で水没しましたあーまあね、しょうがないよね、うん、それ自体がゴミになっちゃったっていうゴミになる、大丈夫なの、やり直し、あ、水が引いたら、あ、大丈夫、比較的出てくるんだね、いたら。ただ今日ちょっと撮影のタイミングはまだちょっと水没しちゃって、これは危ないからね、また我々言っても、はい、ので、うん、この今日やりたいことはこのゴミ箱を仕上げていきたいなと、うん、この板に、うん、分別するゴミ箱に貼るサインを手作りで作っていただきます、うん、一気にダサくなるねえ。でも記号だけじゃ分かんないのか子供とか、だから分かりやすくするイコールダサくなるよ、ね、そうなんだよな、ひらがな感じになるよね、やっぱり。でも燃やすはひらがなのがいいのかなみたいなことね。そうですね、はい。で、ちょっとこちらで勝手ながら、うん、皆さんの担当する文字、はい、言葉を決めさせていただきました。まず三村さんは、はい、燃やすゴミと蓋、うん、蓋、はい、で、大竹さんは空き缶と瓶、うん、空き缶と瓶、はい、で、りなちゃんはペットボトルです、はい、うん、はい、強力な助っ人をお呼びしました、はい、嬉しい。誰だろう。ジャストサウンドグッドでおなじみの村山純さんです。こんにちは。こんにちは。コーラリスト村山純さんです。間違いないね。じゃあお迎えしてます。いやいやいや、サマーズさんは去年、ね、共演していただいた、あの時のことを覚えていらっしゃいますか。デザインをしていただいた方、あの木をこう一緒に切ったり、うん、家ですよね。家、家ですか、ね、あの素晴らしいやつね、はい、木で穴開けたよね。穴開けた。クリスマスのオーナメントを作ったりしましたね。はい、やりました。はい、で、あのこの額縁とかいろいろ作り、はい、作っていただいているので、はい、村山さんにどういう風に作ったらいいかをお伺いしながら
スタートしていきたいと思います。はい、はい、ではスタートよろしくお願いします。イエーイイエーイ。燃やすだからっつってさ、別に赤とかって決めない方がいいんだろうな。そうですね。あ、そうですね。そこは読めればいいもんね。ペットボトルだから水色いこうとしちゃったけど、いいんじゃない。最後は署名だけ最後します。責任というか。わかりました。責任。署名ここに。重大。私が書きましたっていうね。はい、燃やす。せっかく書かないとダメだな、やっぱ。うん、遠くからね。そう、遠くから見える。あいつら遠くからやってくるからね。あいつら遠くからやってるからね。ゴミ持ってやってくる。大竹さんもう行き早いですね。下書きすればよかったちゃんと。なんか要所要所これは絶対青も入ってるでしょ。皆さん入ります。入ります。下書きしてあるから、ね、下書きも入ってないから、ね、だから下書きよりちょっと左に持ってきて、そうですよね、ちょっとチューニングを、うん、白はあんまだったか。白はあんまだったか。黒もな、重いよな。黒も重いのか。サインが入ると違うね。違う、閉まりますね。あ、あれ？なんかついてる？緑ついた？すげえついたけど。なんだろう。どうしたの？どうしたんすか？いつついた？しかも俺緑使ってねえんだよ。これいつついた？れなちゃんがつけた。いつついたこれ。指についてるぞ。だってなんか指についてる。ポスカ、ポスカの緑じゃん。あー、そうだ、ポスカ、そうだ、びっくりした、私がつけちゃったのかと思う。ポスカ選ぶときこうしたのね。そうだね、ブルースリーが。大竹さん、ここもう行くってなったら潔いですよね。これ、俺瓶だよね。瓶です。俺駅みたいにしてみたのに、こう下にこうね、蓋。あー。駅みたいな。駅の看板みたいな。映画めっちゃ飛んでる。確かに。確かに、なんか外国の人が見ても分かるように、ここに。そうかな。ペットボトルがあるかもしれない。あるね。うん。それはありかもしれない。俺も外国の人分かんないかもしれない。蓋だから。ノーマンチ。そうね。読めはしてもね。よいしょ。できました。できました。できました。やりましょう。素晴らしい。最悪もうここ垂れてきてもうお化け屋敷みたいにしちゃってもいいんですけどね。最悪は。相当いいわ。いいよ。素敵。おお、急に。あ、いいね。赤が生きてきた、またこれで。どうですか、同じのがいいかな、こっちは。俺がやってる時に、あいつなんで一気にできないんだろうって思っててやったらできなかったでしょ。まずこの穴に入れるの。まあ、シールがこうなのか。あ、いいかも。なんかいいんじゃないの。それぐらい。緊張する。早い、ね、思いっきり書いてる。もう慣れた。慣れたら急に早い。ごめん。おー、上手。うるせえ。その下どこ。そう、あ、これね。うん、こっち向きでいい。うん、逆がいいのかな。あー、うん、いいんじゃない、うん、これいきますか、うん、ね、いいっすね。老眼出ちゃってるからずれたずれたずれたっていろんなものがあってそうなの、これ見えないの。見えない。よし、いいです。なんかいい、なんかいいですね。いい、いい、あ、いい。なんかだんだん崩れてってる感じで。いかがですか、皆さん、ここ作り最高。いい、なんか並べたらより良くなった、ね、可愛いですね、うん、燃やすっていう字がちょっと真面目すぎた。最初だからね、うん、緊張感あった。
まあでも白がいい感じに効いてますね、うん、そう、お花みたいでね、うん、ダサくてねさあ、この今後のジャストさん&グッドで発売した売り上げの一部もあのアンドビーチさんにブルーフラッグ取得のために寄付をさせていただこうと思ってまして、はい、まあ、ちょっとやっぱりこうベイフローは逗子海岸だけではなくって、なんかこの先もっと範囲を広げて活動の支援をできていけたらいいなと思っておりますので、はい、皆さんご期待いただければと思います。で、今回ちょっと真面目な回になっちゃったので、うん、井村さん最後に面白いこと言って締めてください、うん、じゃあそら拭いた手を汚すやだなやだな、知らないよ本当にもうせっかく拭いたのに大竹が瓶やってる時せっかく拭いてたのにやだなぐらいな感じでぐらいな感じでありがとうございました。